僕たちって二人きりでこうしているのが一番自然なんだよ。生まれた時からこうなるように神様に決められていたんだ。この海辺の町で君は僕と二人きり。荒れ果てたこの世だって僕たちにはゆりかごさ。こうしていれば時の流れさえ忘れてしまう。明日は君にプレゼントをしよう。ザクロ、フランスパン。月の裏側まで飛んでいける切符。それにもう一つ、みんながするように赤い赤いバラの花もあげよう。誰も彼も男たちは恋をすると恋人に指輪を買う。それから礼装用のネクタイや靴やペティコート、ピストルにテニスのボールにサンドイッチ、お菓子、アイスクリーム。それも素晴らしいことだけど、僕たちは二人でいれば十分だ。20ドルもらったことがあった。それで僕は紙で作ったサーカスや万年筆やジャックナイフを夢中で買い込んだ。お袋のために下町で香水まで買った。だってそんな金を持ったことがなかったから。考えてみると、あの頃は小さなことにも満足して心豊かに